どうしよう。一体どうしたんだ？あ、マリサ、新しい製品を作ったんだけどいくらで売ろうか迷ってるんだ。何を作ったんだ？マスク。遅いよ、2週ぐらい遅れてるわ。いろいろ研究開発したら時間がかかっちゃって。まあ今はいろんなマスクが売られてるからもしかしたら売れるかもな。原価が一つ1万円するんだけどいくらだったら売れるかな？売れるか。どうしてそんな高くなったんだよ。ダイヤとか散りばめたら結構かかっちゃって。一体何を研究したんだよ。やっぱ難しいかな。売りやすい商品を作れば結果安く済むが、そういうのは高くなって売れないぞ。かつてスーパー株を発売したホンダの創業者本田宗一郎を見習え。なんか聞いたことある人だけどあんまりよく知らないな。気になるから教えて教えて。教えてくれたらキャラメルコーンをあげよう。ビターキャラメル味で頼む。しょうがないね。それで今回紹介する経営者は、ホンダ技研工業の創業者、本田宗一郎だ。なんか北千住の飲み屋にいそうなハゲたおっちゃんだね。プレイポイントが多すぎる。昭和を代表する名経営者だぞ。どんな人なの？本田宗一郎は1906年、明治39年に浜松で鍛冶屋の息子として生まれた。静岡出身なんだ。学校に行く前から機械いじりやエンジンに興味を持っていた普通の少年だった。普通って一体なんだろう。家から4キロ離れた精米屋の発動機やさらに1キロ離れた電動の子を見るのが大好きだった普通の少年だった。すでに私の普通が崩壊した。小学校に上がると生物が苦手で電池や天秤、試験管や機械が好きだったそうだ。物理や化学系が好きなのかな？習字や読み書きが嫌いで面倒くさかったが手先が器用な少年だったんだ。今いたら YouTuber やってそう。小学校に3年の頃に村に初めて自動車がやってきた。宗一郎少年にとってはめっちゃ嬉しかったでしょうね。それを聞いてすぐに自動車のところに行ってはしゃいだそうだ。かわいい少年じゃん。その車は停車すれば油が滴り落ちるんだが、車検通らないのでは？この時代に車検なんてあるか。宗一郎は鼻を地面にこすりつけてオイルの匂いを胸いっぱいに吸い込んだそうだ。かわいい少年じゃなくて変態では？宗一郎の家は貧乏でな、着物も買ってもらえずボロボロの格好だったんだ。苦労してるんだな。それで節句の時に隣の金持ちの家に人形を飾ってたらしくて、見に行こうとしたら、お前みたいな子は見に来ちゃいけない、と追い返されたそうだ。いつの時代にもスネ追っていたんだな。それで宗一郎少年は、悔しい、なんでお金があるないで人を差別するんだ、という対抗心が生まれたんだ。そういう力って強いよね。高等小学校、今でいう中学校に上がる時ぐらいになると父親は鍛冶屋から自転車屋に商売返していた。確かにそっちの方が儲かりそうだね。それで父親は林業の世界という雑誌を取っていて宗一郎も読んでいた。そういう専門誌を読むほど好きなのか。その時広告でアート紹介という東京の自動車修理工場の求人募集広告が目についた。もしかしてそれに応募したの？アート紹介に弟子入りしたい旨の手紙を送ると、使ってやるから上京しな。そして高等小学校を卒業した後の1922年春に宗一郎は東京に上京した。東京で宗一郎少年の才能が開花するのか。16歳で夢を抱いて上京した宗一郎だったが、現実は理想とかけ離れていた。もしかして電話番とかお茶組みとか？現実は厳しいですね。主人の赤ん坊の子守だった。かけ離れすぎてませんかね？スパナを握って機械をいじりたかったんでしょ？雑巾を握らされ掃除する毎日だった。浜松に帰りたくなりそう。半年後アート紹介が忙しくなってようやく自動車の修理の手伝いができるようになった。技術を覚えるのも大変なんだな。上京して1年半後関東大震災に被災、アート紹介にいた15、6人の修理工は田舎に帰ってしまった。宗一郎も田舎に帰ったの？残って自動車修理に明け暮れた。技術が上がりそうだな。ちなみに地震の時電話が非常に高価だと聞いた宗一郎はドライバーで電話機を外して持って逃げようとした。落ち着いてるんだか慌ててるのかようわからん行動だな。宗一郎は持ち前の器用さもありぐんぐんと腕が上がり、評価を高めていった。やはり才能があったんだろうね。宗一郎は6年間の勤務を経て修理工としての技術をマスターした。一人前になったのね。そしてのれん分けをしてくれることとなり、故郷の浜松にアート紹介浜松支店という看板を掲げた。この時22歳だ。大学通ってたらまだ社会にも出始めたばかりの年齢なのにすでに一国一城の主か。浜松には自動車修理工場が2、3軒あるが宗一郎の工場は評判が良くて、他では直らなかったものが宗一郎だったら直せる。
と言われるほどだ。浜松一の修理工だな。一方従業員が増えたんだが、教育が厳しくてミスがあれば叱りつけることが多かったようだ。昭和の親父みたいだな。無謀ことなき昭和の親父だ。当時は当たり前だったんだが、厳しすぎて逃げ出す者もいたようだ。SNS があったら炎上しそう？修理以外もやるようになった。何をやったの？当時は木製のスポークだったんだが、鋳物のスポークを考え特許を取り博覧会に出した。木製だったことが驚きだ。これが大成功して独立数年で工員は50人ぐらいになり、小学校教員の初任給が50円ぐらいの時代に毎月1000円以上稼いでいたからな。ということは今の貨幣価値で言うと毎月500万円ぐらいってこと？そういうことだ。着物も買えなかった総一郎坊ちゃんはどこ行ったのか。若くして成功した総一郎は遊びまくって破天荒な行為をしていたそうだ。例えばどんなこと？静岡で花見をして酒を飲みながら運転してて天竜川の端から落っこちたり、税務署員と揉めて切れてしまい税務署にホースで水をかけたな。こんな感じのことをやってたんだ。あ、この人やべえやつだ。あとは自作のモーターボートで遊んだりしたそうだ。さすがの時をでもそこから手作りはできないな。自動車レースに出場して優勝直前で自動車に接触。総一郎の車はトンボ帰りに散転して重傷。生きているのが不思議な感じだったらしい。ワイルドスピードかな？また工場の経営は順調だったが28歳の時に修理工場を譲渡した。え、なんか大きなトラブルでも起きたの？勤めていた工員が独立し始めて商売がたきになるのが嫌だった。修理屋は修理に徹することの方が良いと思ったので修理から製造に移ることにした。理由が普通の人と一味違う。ここから総一郎の新たな挑戦が始まった。今度は何をしでかすのか。総一郎は新たに製造業を始めるのだが当時は物資が不足していた。エンジンとか作るのは難しいってこと？それで材料が少なくて済むピストンリングを開発することにした。何それ？ピストンとシリンダー間でエンジンを効率よくするための部品だ。作るの難しいの？ピストンリングが折れたりエンジンが傷ついたりして難しい部品だ。当時日本で誰も開発に成功していなかった。天才総一郎にかかれば余裕で開発できるでしょ。新たに東海正規重工業という会社を立ち上げて開発するのだがなかなかうまくいかなくて経営的にも厳しくなった。総一郎久しぶりのピンチ？行き詰まったので浜松高校、現在の静岡大学工学部の教授に指導をお願いしたんだ。専門家に聞くのが一番だね。教授は、シリコンが足りないし金属の混ぜ具合もめちゃくちゃじゃん。シリコン、何それ美味しいの？美味しいのとは言っとらんやろ。シリコンさえ知らなかった総一郎は自分の知識のなさを痛感した。それで浜松高校の聴講生となり学ぶことに。自分に足りないものを補おうとする姿勢は嫌いじゃない。それで昭和初期の時代に愛車のダクトさんで講義を聞きに行っていた。TPO をわきまえないですね。ピストンリング作りにしか興味がなくて試験などに出席しなかったら2年後退学になった。何してんですか？これで必要な知識も手に入らないのでは？それで退学となったが講義を勝手に聞きに行って月謝だけ払わなくなっただけだった。やべえよこいつクズだよ。これらもあってピストンリングの製造に成功した。ついに完成したのか。苦労して量産化にも成功。大手のトヨタとも取引できるようになった。品質に厳しいトヨタとも取引ができるなんてすごいじゃん。戦時中にトヨタの資本が 40% 入って資本金は120万円となり、トヨタから取締役も迎えた。ということはトヨタグループになったってこと？ピストンリングは売れたが戦時下で軍の命令で兵器を作らされることに。さすがの総一郎も時代の波には抗えないか。戦争末期には三河地震に被災して機械が倒れて壊れた。踏んだり蹴ったりだな。終戦後ピストンリングの製造が難しくなり、株主であるトヨタからトヨタの部品製造の話が来たが断った。え？じゃあどうするの？トヨタに東海正規の持ち株全部を45万円で売っ払って身を引いた。その後どうしたの？何もしなかった。はぁ？適当にブラブラしていて尺八などを吹いて遊んでたらしい。戦後はめちゃくちゃ大変だったのではないか？医薬用アルコールを大量に購入して合成酒を作ってみんなと飲んでたり、浜松の海岸で電気製塩をやって塩を作って米と交換したりと。自由すぎる。ついには奥さんが心配し始めた。そりゃそうだろうね。遊んだ後総一郎は織物機械を作ることにした。なぜに織物？当時は医療が不足しており、機械は能率が悪いもので良いものを作ろうと考えた。総一郎だったらお茶の子さいさいでしょ。ここから総一郎の新たな挑戦が始まる。ワクワクが止まらない。
総一郎は浜松に600坪の土地を持っていたんだが、ここに50坪の工場のバラックを買った。この時代は土地がないと何もできないんだな。ここに本田技術研究所を設立。これが後の本田技研工業だ。ようやく本田が出てきた。そして織物機械の開発に着手。天才総一郎だったら余裕でしょ。しかしお金がなくてすぐに断念。遊びすぎたのが響いたような気がする。そこで総一郎はそこら中にあった戦時中に軍が使用していた通信機の発電用エンジンに目をつけた。え？通信機でも作ったの？せや、これを自転車につけたろ。どうしてそんなことを思いつく？それで開発したのがエンジン付き自転車、通称バタバタ。これを総一郎は従業員を雇って生産した。当時の公共交通機関は混乱していて乗車率が半端なかったから飛ぶように売れた。インドの電車みたいな乗り方してたんでしょ？あそこまでじゃないと思うが。とにかく需要がうまく軌道に乗ったからよかったじゃん。しかし売れすぎて買った発電用エンジンがなくなってしまったんだ。軍の放出品だししょうがないね。それで総一郎はエンジンの開発を始めた。エンジン作るのって結構大変なんじゃない？しかし資金がなかった。なら銀行から借りる？父親が苦労してて手に入れた土地を売って資金を作ろう。こいつ鬼だな。それで出来上がったのが A 型エンジンと呼ばれるもので、無線機用エンジンとは比べ物にならないほど優秀だった。さすが父親の土地を売っ払っただけのことはあるな。月産に300台だったものがだんだんと話題を呼んで、岡山や栃木からも購入者が現れて、あっという間に月産1000台を超えたそうだ。笑いが止まらないな。 B 型、C 型と進化を遂げて D 型で本格的なモーターサイクルとなった。このエンジンを搭載したのがドリーム D 型で、このドリームという名前はホンダの象徴となった。The Power of Dreams ってグローバルスローガンになってるよね。二輪車メーカーとしての実績を上げようとし始めた総一郎だが、一つ問題があった。もしかしてお金がないとか？正解。こいついつもお金がないな。でもおかしいな。バイクは売れてるんじゃないの？作ったそばから売れる状態だったが、掛け金の回収がうまくいってなかった。ドリーム D 型の発売は1949年の戦後の混乱期で、こんなこともあったそうだ。昨日店が開いてたと思って今日金の回収に行ったら店が閉まっててできない。あや、コスト管理とか生産効率は合理的に考えられたんだが、そこら辺の管理がうまくできなかったんだ。確かに総一郎がうまくやれるイメージが湧かない。この時代に総一郎の奥さんが工場の事務所に顔を出したんだ。ねぎらいに来たのかな？お父さんが一銭も家にお金を入れてくれない。お買い物ができないから悪いけれどお金を貸してちょうだい。はぁ？従業員の給料を優先したのか、家にお金を入れてなかったみたいだ。これは管理ができてないですね。48年には本田技術工業株式会社にしたんだが、自分の資材を売り払って会社に回すという状態だった。結構追い込まれたな。こんな状況だった49年に本田にとって重要な人物が入社した。一体誰だ？彼の名は藤沢武雄。総一郎と藤沢はこの後日本の経営史において屈指の名コンビとなるんだ。そんな重要な人物なのか。藤沢は1910年東京に生まれて、父は銀行員を経て映画館のスライド広告を制作する宣伝会社を経営していた。いいところのお坊ちゃんなの？関東大震災で会社は消失し借金だけが残った。むしろ大変な人生を歩んでいたようだな。受験は失敗、家族を養うために宛名書きの仕事をしていた。生きるのに必死な状況だったんだな。徴兵で1年間の軍隊生活の後に鋼材問屋に就職。そこでセールスマンとしての才能が開花、誠心誠意をモットーにトップの成績を上げた。売るのが得意なんだ。切削工具を製作する日本機工研究所を設立して独立するも、戦争が激化すると福島に疎開した。結構激動な人生を歩んでいるな。戦後は福島で製材業を始めるも、畳んで東京の池袋で材木店を始めた。いろんなことをやってるな。そこで知人から総一郎に会ってみないか？と言われて藤沢は会うことにした。藤沢は総一郎のことを噂でこう聞いていた。浜松の天才技術師、浜松の発明業、バカと天才は紙一重を表す二つ名だな。二人は、東京に出て本格的なオートバイを作りたいがお金がない。夢のある技術を持った男と組んで物を売りたい。相思相愛すぎる。藤沢はその場で製材所を売っ払って資金を作って金を捻出した。そしてホンダの経営に参画。総一郎は物作り、藤沢はお金の工面という役割分担を5分で決めた。アルバイトの面接でももう少しかかるぞ。お互いの要分には口を出さないということにした。信頼しないとできないな。
本田技研に入社した藤沢はバイクの販売網を拡大した。いろんなところに置いてもらうようにお願いしに行ったの。52年に株 F 型が完成した。旧来のバタバタより半分の重さという画期的なものだ。これは売れそうな予感がプンプンしますな。これを売るにあたり藤沢は既存のオートバイを販売する店ではなく自転車屋に目をつけた。なんで？オートバイを販売する店は当時全国で300件程度でホンダを扱うのは20件ほどだった。自転車屋はどれくらいなの？ 5.5 万件。圧倒的数の暴力すぎる。藤沢は全国にダイレクトメールを送って営業をする方法を考えた。それで反応はどうだったの？3万件の自転車屋が興味を示した。すげえ。結果 1.5 万件の自転車屋で販売することができた。この藤沢っておっちゃんやばいな。しかも委託販売が当たり前の二輪車業界で前金で取引することができたので資金面の心配も減った。問題の解決と成長の両方ができてる。これが藤沢効果だ。こりゃホンダは敵なしだな。それはどうかな？え？51年に輸出振興と輸入防止を政府に頼むという動きがあったんだが、総一郎はこれに参加しなかった。いわゆる保護貿易でしょ？そっちの方が総一郎にとって外部環境が有利になるのでは？これは安易な道であり自分たちの技術で解決すべき問題だ。あらやだこのおっちゃんイケメン。世界の進歩から取り残されないように生産機会も良いものではなくてはならない。それでアメリカ、スイス、ドイツなどから良い機械を大量に購入した。どれくらい買ったの？この当時ホンダは6000万円の資本金だったんだが、4億円分の機械を購入しようとした。買いすぎー。これに対して藤沢は、こんなアホなこと今すぐやめさせないと。社長、どんどん買え、欲しい機械を入れよう。と後押しをした。このアホどもを止めろー。当時藤沢は目標を世界一と掲げた総一郎の技術を信じていたんだ。かなりの博打だな。そして53年に東京の八重洲に社屋を建てて本社を移転、埼玉や浜松に工場を開設した。もしかして博打に勝った？見事に失敗した。おい、54年1月に店頭公開して2月期決算の売り上げは前年の3倍となった。なら良かったのでは？しかしこの頃朝鮮特需の反動で不況に陥り主力製品も不具合や売り上げ不振が相次いだ。急成長の反動が一気に出た感じなのかな？総一郎は二輪車大国の欧州に視察に行こうとしたが急遽中止して問題解決に奔走した。相当ヤバかったんだね。総一郎はなんとか技術的問題点を見つけることができた。さすがだな。そして藤沢は、今は社長がいない方が都合が良い。それよりも欧州へ行ってくれ。と欧州行きを促した。このタイミングでトップを行かせて大丈夫なの？技術的な問題は解決できた。あとは資金の問題で藤沢の要分だ。藤沢は下請けと話し合いをして状況を包み隠さず説明した。そして払いを遅らせることに成功した。さすが藤沢さん。さらに三菱銀行にも状況を隠さずに説明して支援を求めて初めて融資を受けた。すごい資金問題を一気に解決した。藤沢は隠さず真摯に説明して相手の利益にもなる妥協点を見出して問題解決をしている。藤沢は商人として天才だな。こうして危機を脱出して55年には二輪車生産台数日本一を達成した。天才技術者の総一郎と天才商人の藤沢が組めば最強だ。しかしこの天才たちに世界という高い壁が立ちはだかることになる。世界一ってあれマジなの？ということで時間もちょうどいいのでここらで休憩にするぜ。ここで続くんかーい。